こんにちは、札幌占い美容師の山頭の後藤です。色は結構明るくするので、毛先はホワイトブリーチで、根元の方はグラデーション、だいたいベースが17から毛先19で、染めて、まずベースを1回作りたいと思うんですが、ブリーチの方を裏調合の方で毛先一発で19まで塗っていって、根元側の方は、通常のブリーチで17ぐらいにちょっと一回伸ばしたいなと思います。やっぱり難しいのがこの境目のところが、まずベース作るのに極端にここなってるので、このブリーチラインのところをどうぼかしていくかっていうのがまずちょっと難しいです。前回ちょっといまいち僕納得がいかなかったんで、今回ちょっとがっちり決めたいなと思います。時間があるのでいきます。まずはブリーチからやっていきます。で、ビフォアで、この境目が結構ここが16、ここが9とか10とかなんで、ここの差が多分ちょっとうまく出せないかもしれないんで、どうやってやっていくかなって感じですけどね。ちょっと難しい。はい、でまずブリーチして一回濡らして、やんないとちょっと染まりムラができやすい。一回ちょっと濡らしました。で、まずじゃあ通常の皆さん普通の美容室が使っているブリーチで、17トーンぐらいまでちょっと上げていきたいと思います。夜もさ、なんか夜の若者の街みたいな。そうあそこすごいでしょ。行ってないんですよ。行かなかったの？はい。あれ、カロスキルとか行った？行ってないです。あ、行ってないの？どこ行ったの？夜の行ったの？いや、ミョンドンと、あと、本で、はいはい、こと、いや、どこあったっけな。本で、なんか名前覚えれないよね。はい。あと、中。あ、そうなんだ。はい。壁画村？韓国で有名な、あの羽があるところの、はいはいはい、行きました。あ、そうなんだ。はい。じゃあツアーで行ったの、それは。そうです、ツアーだったの。ツアーで、最初の送迎と帰りの送迎ありで、あ、いいね、名店に行ってくれてって感じ。はい、寄ってくれてじゃなくて、絶対寄らないためです。あ、そうなんですか。寄ってくれて、寄りたくないのに寄られるってやつ、はい、朝早朝から起こされていくやつある。うち安い便に行く時とかも、はい、朝5時とかに買い物する気ないのに連れていかれるんですよ。拷問に近いミョンドンで、ね、結構ご飯とか大丈夫？あの韓国のご飯全然大丈夫です。屋台すごいよね。すごいです。面白いよね、やっぱり。イケメンたくさんいた？いや、全然。意外とさ、はい、行くとさ、そうです、なんかイケメンとすごい美女ばっかりなのかなってさ、はい、めっちゃこう全然でした。そういう人ばっかりかと思ったら意外と普通なんだよね、はい、いや意外と普通、あれはテレビに出てる人とかはやっぱり特別なんだなっていう、はい、ビッグバンみたいな人いなかったでしょ。はい、なかったですけど、ちょっと、あ、イケてるなっていう店員さんとか。ドラマの撮影してました。え、マジで？はい。たまたまですか？たまたま行ったら。ミョンドンで？いや、その壁画村っていうところで。そうなんですね。してて、なんかストップかけられて。はいはい。で、何してるのかなと思って、カメラマン、女優さん、俳優さんとか。ああ、そう、俳優さんはじゃあちょっと、そうです。向こうで人気がある俳優さんかなんか、はい、かっこよかったです。それはね、かっこいいよね。カラー塗るのも、なんかただ塗ってるだけだとちょっと面白くないので、質問してるんですけど、はい、いいですか？はい、嫌いな男の人の癖とかありますか？靴下はないけど、わかんないけど。いや、箸とかちゃんと持てない人は。箸を持てないと嫌ですか？最初にご飯とかいたら箸の持ち方とか見ちゃいます。あ、そうなの。はい、箸をじゃあめっちゃ短く持ってたら。え、そういうのはいいんですけど、持ち方。え、グーはいないでしょ、さすがに。はい、指の問題ですね。指の場所？そうです、なんか下手そうだなみたいな感じ、はい、だったら嫌だ。下手そうとか持ち方は普通じゃないって。それだってどういう風に思う？その、もし箸の持ち方が微妙だったとしますね、はい、うるさく言われてきたんですか、今まで。
そうですね。そういう感じだったんですか、はい、家は結構箸の持ち方とか常識、そういうのが結構しっかりしてくれる家なんですね。で芸能人の箸の持ち方見るんですか。見ますね。え、でもさ、そんな極端に変な人いなくないですか。とりあえず食べれてるじゃないですか。はい。それじゃあダメなんですか。ちょっとした細かい持ち方ってあるんですか。え、なんか普通に持ってたら全然いいんですけど、なんか指の置き方っていうか、あー違うパターン、はい、が違う。芸能人とかでもいますよね、はい、鉛筆持ちとか。あ、そうですね。とりあえずは持ててるじゃないですか、鉛筆持ちが、はい、まあ、なんとなく見た感じ、よく見なければ使えてると思うけど、よく見たら指の置くとこが違うなっていう感じなんですかと思うんですよ。はい、それはセーフ。セーフです。あ、じゃあ本当におかしいやつなんだよ。はい、イメージだね。じゃあくちゃくちゃ食べる人。あ、無理です。それはどう。美味しそうに食べてる人、くちゃくちゃくちゃ。まあ、僕も言うときありますけど、くちゃくちゃってなりすぎるのはちょっとやっぱり引く。そうですね。それも終了。いやでも直せる範囲のことならまあ大丈夫ですけど、箸の持ち方ってそんなすぐに直せないじゃないですか。箸は直せない。いや、食い方も直せないと思うよ、そのくちゃくちゃくちゃは多分速攻は直せないと思う。だから気づいてないよね。あ、そうですね。そうですね、イタリア。なんか食に関すること多いですね。食、あ、分かった。じゃあこれは